用紙は、中華人民共和国治安水省上州市に位置する研究市。真の始皇帝26年用件を設けた。今の用紙は、旗の用件の東部地域に属していた。三国暮れの後部元年、境内は、元の用件東部から、永平県を分置し、後に、永世県に改めた。県地は、今の用紙天目古鎮古県村付近にあった。神の時、また、 衛星県3域を分けて、平良県とした。県地は、今の養子、南渡る陣古城村にあった。この時、衛星、平良の二県は共に、吉岡軍に属し、しばらくして再び、太陽軍に属した。南北朝時代は、平良県を廃し、その東部は、衛星県に編入し、西部は、元の陽県に編入した。つの海王十八年衛星県を廃止、 元の要件に編入したが、しばらくして、元の要件は、元の単要件東部区域と合わせて水県に解消した。県地は、今の高圧市区に改めた。この時の水県の管轄区域は、旗が置いた要件のほとんどの区域を包括していたほか、元の単要件の東部地域も包括していた。党の部徳3年水県の東部地域を分けて、要件を置いた。 すなわち今の養子の前身である。県地ははじめは今の養子宮県村にあったが、当の天また三年県地は今の常鎮の所在地に移り、今に至るまですでに千百多年を保っている。元の資源十四年に昇格して、州となり、後にまた昇格して、養府、肘、養州となった。民の後部に年州を廃して県に服し、南直霊、王天府に隷属した。 真の陽精8年改めてチャンス賞沈交付に霊属した。1983年上州市に属した。1990年県を廃して市を設けた。ありがとうございます。